メディアを再生するアンブロシアの作り方アンブロシアは伝統的なフルーツサラダの一種である。生、または砂糖漬けのパイナップル、マンダリンオレンジ、小さなマシュマロ、ココナッツ等を材料に用いる。その他、マラスキーのチェリー、バナナ、イチゴ、皮を剥いたブドウ、潰したペカン等が用いられる。また、アンブロシアにはホイップクリーム、サワークリーム、クリームチーズ、 プディング、ヨーグルト、または、カッテージチーズも用いられる。これらを混ぜて冷蔵庫で数時間冷やしてから供する。名前は、ギリシア神話に登場する、神々の食べ物アムブロシアにちなんだものであるが、19世紀初頭のアメリカ合衆国に起源を持つと信じられている。キンバリーティール、アンブロージアフルーツサラダ。a l l r e c i p e s c o m 2013年12月25日閲覧。アムブロシア。レファレンスドットコム。2013年12月25日閲覧。エンデル・ラガーシー、キックと、アップ・アンブロージア・サラダ・パー・フイズ。フード・ネットワーク。2013年12月25日、閲覧。グリフィス・アラン・エアンブロージア・イン・ホー・オン・ブロワー。サイモン・スポー・ォース・アンソニー。 オックスフォードクラシカルディクショナリー、オックスフォード、オックスフォードユニバーシティプレス、ISBN0 から19から521693から8。ありがとうございます。